誇りを胸に新生ブレイザーズがここに覚醒する。頂点を目指せブレイザーズ。サポーターのみんな、さあ共に戦おう。 We are Blazers。 アリーナ熱く燃える。 2016-17 シーズンの V プレミアリーグ男子、およそ1ヶ月ぶりの再開となりました。ジェイテクトスティングス、そして境ブレイザーズの一戦を迎えています。三重県の津市体育館、後半戦に向けて両チーム躍進が期待されます。試合は第1セット、堺はおよそ1ヶ月ぶりの復帰となった千々木。一方のジェイテクト、やはりこの人カジースキー。さらにジェイテクトはこの粘りから古田が決めて14点目。さらにセットの終盤、高橋和人のサービスエース。そしてセットポイントを握ったジェイテクト、カジースキーが決めて25対18と第1セットを取ります。第1セットは25対18でジェイテクトスティングスが取ります。試合は第2セット、ウォレスのスパイクを高橋和人、ジェイテクトが止めます。ブロック力の高い両チームの対戦。坂井は坂野にブロックが飛び出して、これで9対9。ジェイテクトはカジースキーのアタックで16点目。一方の坂井はこのウォレスに当たりが戻ってきました。終盤の争いからここも坂井、ウォレスがワンタッチを誘います。23対23と追いつきます。そしてデュースにもつれ込んだこの第2セットもセットポイントはジェイテクトが握り、最後はカジースキー29対27と第2セットも取ります。第2セットは29対27でジェイテクトスティング。そして第3セット、ウォレスのアタックで坂井がまずリード。カジースキーのバックアタック、さらに攻めるサーブを見せた坂井、今日20本目のサーブミス。しかしここを3枚ブロック、セッター玉谷が止めて坂井がリードします。しかしジェイテクト古田の粘り、これで追いついて21対21。そしてマッチポイントを握ったジェイテクト、最後は坂井、ウォレスのスパイクアウトで31対29。セットカウント3対0でジェイテクトが坂井ブレイザーズを破っています。誇りを胸に新生ブレイザーズがここに覚醒する。頂点を目指せブレイザーズ。サポーターのみんな、さあ共に戦おう。 We are Blazers。 アリーナ熱く燃える。